デビューして今までで一番嬉しかったことは何ですか？今元気に活動ができていることですかね。今実際まだ活躍中というところ、もう今めちゃくちゃ走り頑張ってますよというところが一番嬉しいことなんじゃないですか、やっぱりね。え、何事にも。しかもさ、そのホロライブっていう場所でさ、そのなんていうのかな、頑張らせてもらっておりますから、もうそれが一番なんじゃないかな。一番大、それが一番大事よね。はい、続いて、あぶにカルミ、あぶにカブリ、あぶにカルミ、猫ちの一緒に、せーの、あぶにカルミ、あぶにカブリ、あぶにカルミ。バカにしてんの、猫早口言葉うまいからね。生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生麦、生米、生卵、生卵。ほら言えんだよ、みゆこが。赤巻き髪、青巻き髪、黄巻きバニャン。みこちにゃんハロー。私はここ数日学校から出た鬼の寮の夏休みの宿題に取り組んでいるのですが、みこちゃん夏休みの宿題どれぐらいで終わらせてましたか？宿題なかなか終わらせられないけど頑張ります。いや、これ逆にさ、みこがさ、一番す、なんか、計画的にさ、終わらせてると思っとる？思ってんよ。ないよね。ないです。猫はもう本当に、ギリギリまで、残し、もう残り1週間ですごい追われてるような気持ちになり、残り3日で泣きわめてる、そんな人でした。どうしよう。全然終わんないよ。お母さん大好き。なんだろう、やれなって言ってたじゃない、ずっとずっとずっとさ、もう立ち止まらないからね。もうやだ、もう嫌なんだけどっていう感じでしたね。そう、頑張ってました。まあでも忘れましたという感じで1日ぐらいね、余裕を持って余裕じゃないけど1日遅れてなすことはありましたね。全然親近感感じるよね。直近で